自然は優雅に太陽エネルギーの力をいろいろなものに変えます。それはある形から別の形へ。このようなエネルギーの変換は我々の日常で起きています。街中で、家の中で、車といろいろな場所で。しかしながら自然の変換とは異なり、我々は太陽のエネルギーをパワーコンディショナーで変換する必要があります。パワーコンディショナーは太陽エネルギーを家庭で使用される電気に変えます。電気は温水に変換することができます。空調システムを利用して家や建物の冷暖房を行います。太陽エネルギーは蓄電池に蓄えて夜に使用することができます。もちろん電気自動車に充電することもできます。パワーコンディショナーは私たちの家庭やビジネスをスマートエネルギーエコシステムに変えつつあります。一つのスマートパワーコンディショナーで家庭で必要なエネルギーすべてを賄うこともできます。パワーコンディショナーは私たちの家庭のエネルギーを管理するだけではありません。パワーコンディショナーはエネルギーを変換し、電気自動車、オフィスビル、工場、データセンターなどのエネルギーを管理します。これらのパワーコンディショナーが私たちの周りにあることで、エネルギーをスマートに管理する一つのネットワークとして一体となって動くことができます。太陽光システムや蓄電池、電化製品を系統へのエネルギー資源に変換します。パワーコンディショナーは私たち一人一人をアクティブエネルギーの参加者と生産者に変えます。これは電力系統を革命的に分散型エネルギーネットワークに変え、新しいクリーンエネルギー経済に基づいて世界を動かします。ソーラーエッジはエネルギーの使用と消費方法を改善することで、私たちみんなのより良い未来を支えています。